結構あれですか、その海外の選手だったっていうところがポイントだったんですか、ね、いろんなものを、その卓球選手の中でそれなりになんか食事をめちゃくちゃ気をつけてる選手って多分少なくて、あ、そうなんですか、はい、まあ本当に好きなものを食べてやっている選手がやっぱ多いのかなと思ってるので、うん、なんかそれを見た時に、あ、やっぱこれがアスリートの、まあ、その考え方であったりとか、まあ、日本の選手よりもやっぱ海外の選手の方がプロとしての意識が高いところを踏まえると、やっぱこういったところからハングリー精神であったりとか、まあ、その自分その選手の強さにつながっているのかなというのを感じたので、やっぱ見習っていく必要があるのかなというのがありましたね。ですね、なんかすごいこう、なんかこう機敏性を求められるスポーツだから、はい、割とこうもっとやってると思っていうイメージでしたね。よく言われるんですよ、なんかその卓球は結構速さとか機敏性が求められるスポーツだから、そのめちゃくちゃ気をつけてるんじゃないとか言われるんですけど、うん、なんかそんなに気にする人もいないです。うん、周り見て自分のそういう意識とか意識の高さってどうですか？なんかこう、いや、周りの人から比べたら自分は結構高い方だと思ってますけどね、うん、本当に、うん、自分に足りないものは違ったところでこう、まあ、サプリメントもそうですし、まあ、いろんなところで、まあ、補助をしつつ、本当に一日 そのトータルは結構バランスよく食事はしている方だと思っているので、まあ、他の選手に比べると、まあ、意識は高いんじゃないかなとは自分の中で思ってますけど、でもまあそれでも、でももっと、まあ、他の競技のトップアスリートの普段の食事であったりとか、まあ、そういったところはどういったものを食べてるのかなとか、何を意識して食事してるのかなってところはすごい気になっておりますけど、まあ、そういったものは本当に一度でいいから肌で感じてみたいなってところはありますけど、なんかそういうのって普段どういうふうに情報収集されてますか？ YouTube 見るとか、あ、見る、まあ、YouTube もそうだし、そうだ、まあ、本で、まあ、ジョービッチのやつもあったりとか、まあ、そういったのもそうだし、あとはアスリート同士で集まった時とかに、なんかやっぱそのなんか柔道の知り合いの選手もいれば、まあ、水泳もそうですし、いろんなその減量とかもする人がいたりとかするので、普段どういうことをしているのとか、減量の時に何食べているのとか、まあ、そういったのもそうです含めて、まあ、いろいろ、まあ、他競技の選手とはいろいろ話をして、まあ、相談というか、まあ、もちろん増量期もあるので、まあ、そういったものを聞きながら、まあ、自分なりに、あ、そうなんだ、納得しつつ、まあ、自分で試してみたりとかはしてますけど、もともとその最初の大学生の時とかは、その練習前、練習後の体重の変化が非常に大きくて、その、ま、本当に多い時だと午前中練習して午後の午前中の練習終わりの体重の変化が 1.5 キロとか入ってたりとか、2キロぐらいの時があって、でそれが続いてくると、どん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 合宿中に体重が減ってって、体力が減ってって、練習についていけずに、その途中でリタイアとか、途中でその怪我してしまったりとか、そういったことが本当に結構あって、どうやったらこの練習についていけるのかとかいろいろ考えて、まあ最初は筋力が少ない、いろいろ、まあ、いろいろ言われてて、もちろん筋力も少なかったし体重も少なくて、だから余計にそのすぐにバテることが多かったんですけれども、そこじゃないなって思って、でそれからまあ水分の量を一気に増やしたっていうのと、あとはそのまあ補食エースの、まあ、ゼリーであったりとか、まあ、羊羹であったりとか、まあ、そういったものを口にしてできる限り、その練習と練習の合間での、その何だろうな、口に入れとくというか、常時何か、はい、何か入れて自分のこの体重の維持をしていくということは意識しました。それからは本当に体重の変化が減って、まあ、練習も続くようになったし、合宿についていけて、
なおかつそのいい練習、いいパフォーマンスができるようになってきたってところは大きく変わりましたね。体重も変化も本当に午前午後で 500g だったりとか、 500g ぐらいだと、まあ、練習終わって、まあ、ストレッチ、食事してで、もう本当にすぐ戻るんで、また午後もいい練習ができてとか、それまでは午前中練習した後のその3時間ぐらい休憩あるんですけど、午後の練習の時にもうクターってなっちゃって、やっぱその2キロとかって一気に戻らないじゃない、昼ご飯で2キロってもう無理じゃないですか、ね、そうなってくるともう午後も練習途中でなんかもう集中力もなくなってしまったりとか、で夜も疲れすぎて食事が通らない、うん、で朝になって体重また減って、ま た午前中練習して、そういうなんか悪い循環がね、まあ、できちゃってたので、だけどまあ筋力が足りないとかいろいろ言ってて、でも筋力じゃないなこれってなった時に、やっぱその食事の、うん、まあ、考え方、補食の取り方ですかね、まあ、そういったところを意識していくことによって自分のその、まあ、練習でのパフォーマンス、うん、まあ、あとは怪我のリスクを減らしていく体調維持とか、まあ、そういったところにつながっていったので、それは今までで一番大きい変化だったのかなと思っています。なんか練習中ってあんまりその、まあ、結構やり込んでるんで、みんな食べなかったりとか、まあ、水分取るんだけど、なんか 水だけとか、まあ、結構自分の場合水じゃなくて、まあ、クエン酸のものがあって、まあ、そういったもので、まあ、今はトレーニングしてるんですけど、いろんな競技のものを試合を見たりとか、まあ、自分も含めて、まあ、普段の生活から、まあ、なんでこれしなかったのかなってところを、まあ、見つめ直したときに、まあ、その結果にたどり着いたというか、まあ、それはありますか。あと水だけ一時期飲んでたんですけど、水だけだと逆にそのプレー中になんか釣ってしまったりとかしてしまったので、もうその時に水じゃなくてスポーツドリンクとかで、まあ、飲み物を変えることによってやっぱりそういったところの、まあ、釣る原因とかもなくなったりもしたので、もうそれは結構気をつけてます。ハードな運動をした時水ばかり飲むと逆に釣ってしまうことがあるので、まあ、そういったところは気をつけたいなと思うし、まあ、みんなも気をつけてもらいたいなと思います、うんうん、普段なんか健康のこととか、なんかそれこそご家族のこととかって、はい、その健康とかその栄養とかそのそういうものについて考えることとか、なんかきっかけとかってあったりしますか。健康についてそうですね、ご家族の健康について、まあ、ご自身ももちろんそうですけれども、そこについて何かこれに気をつけなきゃというふうに思ったりとか、まあ、でもまあ自分自身が食事について結構気をつけているので、まあもちろん家で食べるときは同じものを奥さんも、うん、嫁も食べるし娘も食べるんで、まあ、本当に家族みんなでバランスよく食事はしようね、その結構嫁とかも自分が海外に行ってしまうと一人でいることが多いので、やっぱ自分で自分に作るって面倒くさかったりとかすることを、まあ、自分がもし一人だとしても自分で自分に作って自分で食器洗いとかするじゃないですかなんで、まあ、でもそれでもちゃんと食べてね、食事はしっかり3食とってねってのは間違いなくいいようにしてます、うん、今日ご飯食べたって聞くし、うん、あ、そうなんですね。で、なんかたまに面倒くさかったりとかすると、いや、これだけで済ましちゃったとか言うと、ちゃんと食べねえよとか、なんかその食事は気をつけてます、本当にもう、なんか食事はもう体の源だから、それがもう軸がずれてしまうと全てがずれるというか、生活リズムもそうだし、もちろん体調もそうだし、全部がこうちぐはぐになってしまって、うん、なかなかそれこそいい生活ができなくなっちゃうのかなって思ってるんですよ、ね、なんでやっぱその朝からしっかり朝食をとる、でいい仕事であったりとかいい運動につなげていって、まあ昼食とって夜もしっかりとるで、食べることは本当に動くための動力で、で休むための
まあ、一番大切なもの、回復、リカバリーもそうだし、すべて本当に含んでると思ってるんで、やっぱ長生きするとか、いろいろ考えると、まあ、最低限その3種類のところはやっぱ必要なのかなとは思ってるんで、まあ、それはもう家族含めて、まあ、言葉にして伝えてます。すごいですね、なんかその、食事は体の源でっていうところに考えが行き着いてらっしゃるのが、多分そういう風に考えてない人の方が、大半だと思うんですよ。私ももともとそうだったわけだと思うんですね。なんか、お腹に溜まればいいみたいな気持ち。なんでこうそういう風な考えに行き着いたのかなっていう、ちょっと。まあ、自分自身だと思います。はい、だからそれはもう本当にいろいろな経験、はい、まあ、アスリートとしてやはりその怪我が多かった、うん、でも怪我が多かった理由はじゃあその筋力の少なさじゃなかった、はい、でそれを食事でちょっと意識したことによって練習量も増えた、で回復も早まって次の日の練習もよくできた、それでも食事がしっかり取れて自分のなんだろうな、体重維持であったりとか、その筋力、まあ、筋肉 の、 その再生が早くなったりとか、まあ、そういったところがうまくできてるからこそできてるんじゃないか、うんうん、っていうことは、食事が自分のもう燃料みたいなもんだろうっていう結論ですね、うん、それからやっぱり変わったって実感があったってのは、そうですね、やっぱり自分で考えて自分で試した時に結果が生まれて成功したって思えた、達成っていうか、まあ本当にあ、やれてるって思ったこと、自信もそうですけど、やっぱそれが、うん、その考えにたどり着いて、まあ、今のその生活に自分になってるのかなと思ってます。一般のサービスとかアグリとかでこういうなんかヘルスケアポイント使うことってあるんですか、ちなみに。一般のやつではないです。ないですか。基本的には。基本的にはもう。なんかそういうのが分かって見えて、うん、なんか感じたこととか思ったこととか、なんかどういう印象、栄養状態が分かって、どうでしたかっていうところをお聞きしたいんですけど。やっぱりその、自分が気にして食べてる。はい、ものがあったりとかしても、なんか実はそこからはたくさん栄養価が取れているなかったりとか、うん、その自分がこれからこれ食べたらこれが取れるだろうなと思ってたものでも、実はそれよりも違ったものが栄養価たくさん取れるとか、まあ、そういったものに気づけたりとか、もちろんなんだろうな、いや俺これ取ってたのにこれじゃダメだったかとか、うん、いろんなものを知れたかなって、うん、だし、まあ基本的には自分自身は、まあ、バランスよく食べれてるなっていう、まあ、自信があったし、うん、まあそういう風になってるんですけど、うん、なんでこんなにグラフがいい形してるのにこことここだけはもうズバーン下がっちゃってるのかなとか、うん、まあそういったものも知れて、うん、あ、じゃあ自分に足りないものってこれこことここだなっていうのが明確になった、うんうん、自分が今まで気にしてたところだけじゃまだ足りないってとこもそうだし、やっぱりそのなんだろうな、数値としてこんだけ足りないって言われてても、実はそれだけじゃなくて、まあ人それぞれ、まあ体つきもそうだし、いろんなものがあります、吸収率もそうだし、やっぱりそれだけじゃ測れないところ、やっぱ人それぞれに合った食事が必要なのかなっていうのはやっぱ感じましたね。2回目欲しかったですね。欲しかったですね。100点欲しかったんですけどね。葉酸とカリウムなんですよね、自分の課題はね。皆さん結構苦戦するんですよ、葉酸とカリウム。葉酸とかって気にしたことないですよね。そうですね。やっぱ自分が気にするのはカルシウム、まあ、ビタミンもそうですし、タンパク質とか、うんうん、その辺とかですかね、うん、気にするのは、やっぱさっき言ったようにカリウムとかはその練習中の、まあ、つる原因になったりとかするってことだな、
やっぱこういったところが少ないっていうところはやっぱまだまだ改善の余地があるし、練習中に、まあ、釣ったりとか、疲れた時に釣ったりとかするのも、ね、防げると思うんで、やっぱここはどん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 改善していきたいなとは思いますし、やっぱ改めてこうやって見るとやっぱまだまだ自分の成長できるところがあるなっていうのは感じるんで、まあ、前向きになれるな、自分が今後どうしていく必要があるのかとか、食事の中で何を意識していく必要があるのかっていうのを改めて確認できるので、初めて使いましたけど、いいですよね、やっぱ数値として出るっていうのはやっぱ、絶対になんか楽しいし、前回こんだけでこんだけ上がったとか、やっぱそういったものは自分自身がやって楽しかったので、悔しい思いもしたけど、良かったです。